那覇で5万円以下、この春住みたいコンパクトなワンルーム賃貸特集。まずは工夫がたくさん詰まったこちらの物件から。はい、まずご紹介するのは阿見区にありますこちらの物件。こちらの物件の特徴はですね、なんといってもこの、はい、狭さでございます。狭いね、はい、4.5 坪の可愛らしいサイズの物件なんですけども、ロマンがありますよ。そう、それでも快適に過ごせるように、そうなんです、工夫がされておりますけれども、うんうん、まずキッチンね、こちらコンロですね、うん、そうなんですよ、縦型です。2つあるのすごいよね。2つあって縦型、調理スペースちゃんと設けられてるっていう、ね、ここがねすごいポイントとなってます。そしてシンプルだ、そうなんです、これキッチンそのまま隣見てください、なんとデスクがあるんですね。デスク、はい、いいね。そうなんですよ、作業もできるし、常識を一回捨てなきゃいけない、捨てましょう捨てましょう、そんなのいりませんから、すごいすごい、はい、さあそしてこちらトイレではユニットバスなんですが、すごい、はい、シャワーもおしゃれですよね。あ、シャレの、これ憧れるのよ、はい、ホテルとかについてる、そう、リゾートホテルに、うん、あるやつ、はい、スペースを有効活用しようということでございます。そしてこちらロフトもあります、スペースがねたくさんある、いい、ね、荷物も置きます。そうなんです、ここで眠ってもいいし荷物を置いてもいいっていうね、ミニマリストの人とか魅力的でしょうね、これ。そうなんですよ、ね、しかもあのパルクールの練習もできるんですよ。あ、ここでねパルクールの練習、賃貸ですからね、はい、すいません、こちら契約済みでございます、家部屋だから。でも、そうね、そう、他にも部屋はありますので、ぜひアルチェハウジングさん連絡ください。続いては懐かしいあるものが利用できるこちらの物件をご紹介。さあ那覇市三原にある可愛らしいこちらのマンション、まず可愛いのが部屋によってですね、ドアの色が違うっていう、はい、遊び心な感じ、おしゃれですよね、間違いにくいですよ、これは。そうだね、間違いない、うちは赤だよ、はい、中を覗いてみましょう、こんな感じです、おしゃれじゃないですか。あ、いいね、コンクリート打ちっぱなしな感じ、ね、そうそうそう、コンクリート打ちっぱなし。キッチンも見てみましょう、こんな感じです。あ、最高です、うん、壁紙がいいじゃない、おしゃれ。 あと見てください、収納スペースも意外とあるんですよ、ちゃんと、うん、一人暮らしには嬉しいモニター付きインターホンもあります。はい、さらに風呂トイレ別、これ嬉しくないですか。これ嬉しいです、ね、はい、嬉しい、おしゃれだな。そして、はい、さあそしてですね、こちらベランダ出ましょう、なんとサンシェード付きでございます。いいですね、暑さ対策もバッチリとなっております。はい、そしてあと一個特徴があります、これ見てください、なんと井戸があるんです。そう、はい、井戸、そう、自由に使える井戸です。そう、聞いたことあります？ないです、初めて聞きました。ホースもありますから、ね、馴染んでない世代ですから、ね、どう使えばいいか、はい、教えてください、教えてください、なんとこちら洗車でございます。あ、でもこれ嬉しいかも、はい、嬉しい、うん、でもトゥースーパー系だね、はい、みんなでも、そうなんですよ、確かに賃貸物件で珍しいですよね、珍しい、井戸がある。でも本当にこれはいいみたいですので、ぜひキューブ大町本店さんに、オートロック宅配ボックス、これ女性にも嬉しいですね、嬉しい、しかもちくわさです、ね、はい、おすすめでございます。最後はとっても嬉しいプレゼントがあるこちらの物件。さあ最後にご紹介するのはモノレール三重橋駅の近くにありますこちらの物件でございます。早速、中の方をご覧いただきましょう。シンプルな作りですよね、とってもシンプル、ザ一人暮らしといった感じで、でもね見てください、こちらキッチン、うん、まあまあ至ってシンプルなキッチン、まあそうですね、隣見てください、なんと手洗い場が近いな、はい、この距離感すごいね、はい、斬新な、斬新ですよね、はい、さあこちらすごいです。そして部屋の外には部屋と同じぐらいのサイズのベランダが、ちょっとなんか、はい、広げた方が良かったんじゃないかなとも思った。最大の特徴、こちら家電プレゼントでございます。マジ？すごい、嬉しい、超嬉しいんだけど、賃貸なのにこちら電子レンジ、冷蔵庫、テレビ、洗濯機すべてプレゼントなんですよ。マジで、うん、超嬉しい、はい、これね、初期費用が抑えられる、抑えられる、うんうん、自由に使ってもいいし、これ売ってもいいです。あ、所有権も本当にプレゼントです。ついてるとかじゃなくて、はい、うん、こちらも制約済みになっちゃったんですが、まだ他の部屋ありますので、ぜひアルチェハウジングさんへご連絡ください。